ございます。はい、おはようございます。おはようございます。今日は西宮神社。西宮神社、はい、くじら石、八戸市の海のそばにある八戸太郎という、そう、八戸太郎っていう名前のクジラがここに祀られてるんです。あ、そうか、クジラさんの名前。知らなかったんでしょ。私、すいません、大変無知で知らなかったんですけど、八戸の人たち一部はみんなもちろん知っております。はい、うちの家族も知ってました。でも元は派手に祀ってあげたいね。全くですね。どれがクジラ石なの。そうです、そうです。あれですね、しょぼいですけど、これですね、この横なら横のエビスタンの。これがそうなの。あ、違いますね、これですね、これこれ、あ、クジラ丸つけてる。あ、そうって書いてますね、うん、あら、うん、クジラが浮いてるような感じじゃん。まあ、そうですよね。こうちょうどこう、あの、浅瀬にこうクジラが横たわってるような。ちょっと長めに回してるね、うん、よくこれ見つけられないからね。そうですね、これね、見つけたから持ってきたのか。これ持ってきたんじゃなくて、もともとここであった、あるんですよ。あの、こういうのは持ってきてると思うんですけど、これはもともとあるんですね。八戸太郎、八戸太郎、八戸太郎、八戸宮神社。あゆむさん、クジラ石知ってますか。はい、あ、今知りました。はい、これがクジラ石です。でこれは八戸太郎が、八戸太郎が毎年、はい、八戸に来てたんですよ。毎年来てたんですか。で、うん、八戸太郎が来ると大量になったんですよ。で漁師がすごい喜んでて、である時来ないから心配してたんですよ、はい、あ、来ないな八戸太郎って、はい、そしたら夢枕に、もう俺はどこを泳いでいるのか分からなくなった、はい、和歌山で森を打ち込まれて、はい、意識が遠くなってしまった、死んでしまった、うん、ありがとうとか言って、うん、で死んで、ね、目が覚めたら、うん、あの沖合に浮いてた。でもこの石は何だろう、たまたまあったのかな。あの、もともとここら辺結構海沿いがですね、すごいリアス式海岸で、うん、あの岩場がすごいんですよ。で今、あ、ちょっとあっち走りますけども、絶壁というか岩だらけですね。これは何？あ、なんかこういうのはあのあれですね、こう地元の人が置いて、あの、なんか勝手に増えてると思うんですけど、意味のない石もあると思いますけどね、うん、まあこう神様っぽい石を置いて拝むっていう感じですよね。あ、はい、でも八戸太郎はよく頑張ったね。ちんとろ、何と言っているの。もともと石あったりだから、そこ削れてるから。もともと石があったの。あ、そこに建てたんですね。そうですね、で、ね、これが八戸太郎の生まれ変わりだってことにして祀ったんですよね。で、太郎が来なくなったら大量じゃなくなっちゃったんですか。そうですよね。クジラってだって大量じゃないですか、はい、クジラの人周りの餌を狙って魚いっぱい取ってくるし、あ、そうか、うん、だから、あの、大方針ですよね。いや、本当に見るからクジラが泳いでるような感じだな。大量を多分祈願して待ってたんでしょうね。いや、そうですか。かわいいね。思ったより大きい。で、形がなんかクジラっぽい形になってます。で、あの写真のあれは何撮ったの？あれはあの後で建てた記念碑ですかね。何ですかね。クジラ？あ、クジラの石を撮った。よいしょ。なるほどね。お賽銭どこに入れるんだ。これなんですよ。そこだ。入れといて。いいですよ。お財布持ってきてないのか。いや、私も車に置いてしまった。
その我が事務所代表として、代表として結構あの地元の大きい水産会社の社長さんです。あ、そう、うん、先生事務所代表でこれ200円入れてみたんで200円でも和歌山の漁民に伝えたっていうのが、うん、結構八戸と和歌山の関係を表してるね。和歌山県民が銚子に移住して銚子市民になってる、はい、銚子からこっちにも移住してるよね。だからみんな黒潮の民がつながってるんですよ。クジラってまだ来るの？クジラ取れるみたいですけど、まあ、たまに、まあ、そういうふうに出てますね。そういう、市場に出てます。あれ、ウミネコじゃないの？あれはウミネコですね。ボケてるんだ。あそこに手に行ったもんだから。よかった、天気が良くて雨が上がってよかったり。そうね。目の拡大。これ左陣五郎の作品だよね。これがそれみたいですね。あ、書いてますね。左陣五郎という大工が江戸から頼まれてやってきた。左陣五郎が柱の部分を測り間違い、余分なところに穴を開け抜きを通してしまった。みんなに知られると明治の名折れとなるので、間違った部分を川へ捨てようとしたら、捨てられようとした部分が、俺は八甲田の山に育った欅の木だ、だって八幡様の本殿の柱に使われるというから来たのに、自分が間違ったからって捨てるとは何たることか、あら、かわいそうにと言った。左陣五郎は何を言うか、ケツでも食らえ、うん、とそのまま川へ投げ捨ててしまった。ケツでも食らえだから目立つの手は右手を引っ張れば左手が短くなり、うん、左手を引っ張れば右手が短くなる、うん、あ、ケツでも食らえと言ったために人を襲うようになったのだという。え、左陣五郎が絡んでるんですが、これ結構口が悪いね。尻子玉を食らうために遊泳中の人を襲ったり、水を飲みに川沿いに来た馬を川へ引きずり込んだ。ほら、しかしあまりに多くの人を襲うので、八幡様が使いである八幡様が使いである鷹に目立つを連れてくよう命じたが、目立つがそれに拒んだため、鷹は目立つを抑え込み、血が出るまで頭をついた。それで目立つの頭はへこんでいるのだという。はい、いやいや、すごい話。あ、それをこれ再現したわけ？つついてるところ、やっつけてるところですね、悪いカッパをね。へぇー。いや、でも実物が見える。あ、まあ、あれか。まあ、本当に。ケツでも食らえて、ずいぶん下品だね。ケツでも食らえ。来たり陣五郎、大工さんだから、やっぱり。結構ガラパチな親父だね。ガラパチだったんだけど。なるほど。知りまへんでした。これあんまり気づかないよね、こういうの。分からないですね。みんな表で帰っちゃうもんね。もったいない。一応ね、こうみんな回ってね、こう案内はなんとなく見るんですけど、うん、あれがあれだっていうのは今初めて私もちゃんと見ました。ね、ちゃんとなんか矢印でも貼っといてるもん。うん、はい、うん、あんまり行動も取らないね。ちょっとよいしょ、あっ、あれで岩崎さん写真撮ってね。あの、撮ってますよ。あの、さっきのクジラ神社撮った、うん、撮りましたよ。4回出そうな感じだな。これ多分昔はもう木で掘っそうとしてたと思います。
ここか、うん、この坂道。そうなんです。これに出たそうですね。確かに墓地もあるから、気になるか気になるな。今結構全部綺麗になっちゃったんですけど、この下の通りも古くてもうなんかこういかにもだったんですよ昔は。この坂道、うん、このあそこのこの通りですね。この車の通りもちょっと薄暗かったんですけど、今どんどん観光で綺麗になって。地元の人も知らないんです。知らなかったですね。多分もうね、あの亡くなったような世代の人たちが知ってたんだろうな、ね、戦前とか。そうだね。うん、楽しいですね。どんどん浸りちゃうの。妖怪がなくなってた。そうですよね。忘れられちゃうと消えてっちゃうと思うんで。ここら辺だな。ここら辺だ。ここら辺が妖怪だ。コロンって、コロンって、転びそうだな。なんか妖怪の気配がする。妖怪の気配がする。天狗の橋が見た場所。寺坂？寺坂。13、あれなんだっけ、ね、獣王院、獣王院、獣王院、横の寺坂で出た、出たと。で足を引っ掛けて歩いてる人を転ばすということですね、うん、これ舗装してるけど当時は舗装してなかったの、うん、多分土で砂利の坂で、でこうお墓もあって日も茂って薄暗かったと思います。ここで転ぶと危ないよね。危ないです。ゴロ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 ってずっと転がっちゃうよね、うん。あとなんか冬なんかは多分もう氷でツルツルだと思います。これは、はい、それで危ないから、うん、妖怪転校の場所が出るよという風になったの、うんうん、そうです、はい、断言して。こんな感じかな。この木なんか転校の場所が出た当時からあったんだよね。これ欅ですね、はい、欅は大きくなるんで、うん、6月ぐらいか。気持ちいいな。あそこの石碑は何か説明とかがありますか、ね、あー違う、海難事故、海難事故の方のための供養塔だそうです。はい。もう供養塔の近くに妖怪が出たっていうのはなかなか、うん、意味深だよね。こちらの方に聞けば何かわかるかもですね。聞いてみる？うん、聞いてみますね。次がこちらの住所ですね。住所ですか？あ、でもちょっと時間が厳しいからね。私で聞いておきます。一応、はいはい、こう眺めがいいよと、ここは、うん、引き継ぎ調査をしてください。はい、やります、ちょっと聞きます、はい、岩崎さん行きましょう、はい。